日本正教会は、ホーリネスの分裂の事件の結果、委員会側に分かれた団体。1936年に成立して、1941年の日本キリスト教団の成立の際に、第6部になり、日本正教会の組織は消滅した。日本正教会の指導者1932年初頭から、中田重春はヒュドソロに、独自の聖書解釈を加えた。 再臨についての自説を公に説くようになった。10月22日聖書学院の新学期の直前に、中田茂春は自分の方針に従って抗議してほしいと、聖書学院のご教授に書簡を送った。車田米田小原と川端京五郎、板垣三蔵は、ことの是非を問うために、臨時総会を召集した。中田は、一旦は、 召集に応じたがそれを取り消し、監督の承認を受ない総会は、非合法であるとみなして、十月十九日付で、中田茂春はご教授を解任し、それに対抗して十月二十三日中田は、全国協約社会を非常召集した。十月二十五日に、淀橋バ協会で、臨時総会が開かれた。翌日、十月二十六日に、中田茂春の監督会食の案が出されて、 全会一致で決定された。監督の代わりに委員会制度が設けられ、5人に委員として、車田修司米田豊、菅野栄、小原十三氏、一宮正吉が選ばれ、この5人によってホーリネス協会が運営されることになった。しかし、中田を支持する者も半数近くあり、ホーリネス協会は2つに分離することになった。神田協会の所属をめぐる対立は、 新聞沙汰になった。後に、中田茂春は、臨時総会を無効とする、民事訴訟を起こした。1934年3月5日に、東京地方裁判所において、赤木判事を中心として、和解談が始まった。双方より3名の委員を選び、和解案を出すことになった。1935年11月28日正午、鉄道ホテルで和協後三会を開き、 ホーリネス教団の和教分離が決定された。1936年10月に和教覚書きを取り交わし和教分離が成立した。委員会側は日本聖教団を名乗ることになり、車田修二が指導者になった。中田側は中田を終身監督とする清め教会となった。1939年に政府の連絡と奉仕の必要のためにキリスト教連盟に加入した。 しかし、信仰上の総意のために、福音主義の教派の連合組織として、1939年9月に、東亜聖火同盟を結成した。そして、純福音派の合同の可能性を探ったが、教派合同の中で提携を目指すことになった。1940年の後期2600年放祝全国、キリスト教進党大会の当日に、臨時総会を開いて、 合同参加を決定した。日本キリスト教団が成立する直前の1941年3月23日に、函館正教会の牧師補、小山宗介が、極中止したが、1941年6月24日、日本キリスト教団成立の際には、第6部として加入した。第6部の代表は、車田修司で、常議員は、 車だと小原十三3と、米田豊だった。小原は、教団国外伝道局長に選ばれた。1942年第一次異性検挙の時と、翌1943年4月の第二次検挙、合わせて、全部で134名、第6部からは60名が検挙された。134人のうち75名が起訴された。最終的に7名が告示した。そのうちの一人、 菅の A は1943年12月に肺結核で極中死する。車田修二と米田豊は実刑判決を受ける。1943年4月に文部省から第6部と第9部の教会設立認可の取り消し処分と教師たちの辞職の命令の通達がなされ、日本キリスト教団はそれを極中にある教師たちに通達して実行される。 教会の解散命令によって、ホーリネス系の信徒たちは散らされた。空襲で、ヨドバシ教会は消失した。戦後、1949年6月に、東洋戦教会からの申し出を受けて、急に本性教団の中で、教団内に留まっていたのでは、信仰を保てないと判断した人々が、車田修司を中心として、日本ホーリネス教団を設立した。 翌年、米田豊も加わった。しかし、日本キリスト教団内に留まって、ホーリネスの信仰を保つことを目指した人々は、小原十三氏、市宮正吉、小出忍らがホーリネスの軍を結成して教団に残った。1984年に、日本キリスト教団は、戦時中の処置の誤りを認めて、関係者とその家族を教団総会に招いて、正式に謝罪した。 ありがとうございます。